猫の爪研ぎの段ボールを入れる、箱を作っています。今この縦引きで、底板です。底板のベニヤを入れる溝を切りました。で、今回はあられ組になってるんですけど、ここのところが飛び出さないように途中で最後、溝切り最後までここまで切り切ってしまうと、溝が見えてしまうので途中で止めています。こっちも同じように止めています。でベニヤは3ミリのものを入れるので、3.5 ミリの溝を入れています。で深さが6ミリですかね、入れています。